ノアイユ及びアヤン公爵、ルイ、ベルサイユ宮殿所蔵。第四代、ノアイユ公爵、ルイドノアイユは、フランス王国の貴族、軍人。1775年、フランス元帥に上された。第三代、ノアイユ公爵アドリアーン、モーリスドノアイユとフランスワーズ・シャルロット・ド・ービニエの長男として生まれた。1766年に、父が死去するまで、 アイアン公爵の称号を有し、父が死去するとのアイユ公爵を継承した。ポーランド継承戦争、オーストリア継承戦争、7年戦争に参戦した。特段軍港を建てたわけではなかったが、1775年にフランス元帥に上された。1789年にサンジェルマンアンレイ上主に任命され、フランス革命が勃発後も国外への逃亡を拒否したが、 革命がクライマックスに達する前の1793年8月に老衰で亡くなったためギロチンを逃れた。1737年2月25日、カトリーヌ・フランソワー,ーズ・シャルロット・ドコッセと結婚してに何二条を設けた。ありがとうございます。